ホタシマ野生生物園は、アイルランドのコーク州、キャリットヒル近郊のホタ島にある野生生物の展示施設で1983年、開設。面積は100エーカー非営利公益団体が、独立資金により運営し、アイルランドの主要な観光地かつ、野生生物保護の現場の一つである。年間来園者数は455,559人、また同年。 アイルランド国内の有料の施設で人気は第11位だった。園内に暮らす鳥類50種、哺乳類およそ30種を数え、ワオキツネザルやワラビーのように一部の動物は来園者の通路を自由に歩き回り、キリンやバイソンなど柵の向こうで暮らす大型動物の展示は生態の邪魔にならないよう、また来訪者がその動物を観察しやすいように設計してある。当園では レッサーパンダ、バク、フクロテナガザルタも飼育する。かつてホタ島を所有したスミスバリー家は、12世紀にアイルランドにやってきたノルマン人の子孫だという。もともと広大だった所領は、時代とともに狭まり、この島のみになった。土地と家屋は1975年、ユニバーシティカレッジコークに買い上げられた。その間、ダブリン動物園は、敷地内の限界まで使い尽くしており、 1979年に園長からアイルランド動物学会に野生生物園の企画を提言し、幼稚候補としてホタ島が上がった。学会と年内に正式合意に至り、また知見者の大学とはライセンス契約を結んで土地の無償供与を取り付けると、ホタ野生生物園はアイルランド動物学会との共同プロジェクトとして発足する。ダブリンとコークの漁師に、 資金調達委員会が設けられると、開発資金は全額公的な寄付金で手当てし、政府助成金は敷地協会の作建築に充てられた。当園に動物の移送が始まったのはおよそ3年後の1982年後半であり、1983年の夏に当時のアイルランド大統領パトリック・ヒラリー博士が開園を宣言した。 ホタシマヤ生生物園のチーターチーターはその性質上獲物を取る必要がないと体を動かさない。そこで運動に加えて生態を豊かにする目的で当園は2006年にチーターランを設置した。地上10フィートにワイヤーを張り餌を吊り下げておよそ時速65キロメートルで移動させる機構である。教育センターは そのの保全と教育の使命の一環として解説した生態学と保全を含む様々な主題のコースがある。対象は小中学校で、センターでは学校の夏休みに合わせてサマーキャンプも運営する。教育プログラムの参加児童生徒数は年平均1万5000人。当園は2013年6月22日に30周年を迎え、その記念の年に、 トロピカルハウスと27エーカーのアジアのサンクチュアリの追加を発表した。2017年時点でアジアのサンクチュアリにはスマトラトラ、インドサイ、シシオザルとインドライオンの生息域をそれぞれ解説した。ホタシマヤ生生物園はミュンスターとコークの両親より家族向けの最良の行き先賞を複数回受賞してきた。2016年11月には カスタマーエクスペリエンスインサイツ社から年間最優秀体験型施設賞エクスペリエンスデスティネーションオブザイヤーを受けまた旅行口コミサイトのトリップアドバイザーが発表する2015年旅行者が選んだ賞でヨーロッパの動物園生物園部門トップ25に入った2020年初当時点で当園はバージンメディアテレビのドキュメンタリーシリーズで取り上げられほと イントゥーザワイルドとして2年にわたって、園内でカメラを回したほか、当園の職員が関わる、園内外のより範囲の広い保護活動の一部を取材、マダガスカルとルーマニアのプロジェクトを含めて、ロケ撮影も行った。シマウマの親子を話街のワオキツネザル当園の、動物や鳥類は、様々な生息地から来ており、野生環境の多くは、人間活動の影響で脅威にさらされている。 当園では、スーダンのチーターを対象に、ヨーロッパ絶滅キングプログラムを運営する傍ら、カフエのリーチュエとリーチュエについては、リーチュエ欧州血統登録台長を率いる。園内には、生息地と地域ごとにまとめた展示区域が複数あり、アジアのサンクチュアリもその一つで、スマトラトラに加えてビサヤシカ、ビサヤイボイノシシ、シシオザル、インドサイ、インドライオンを展示する。 アフリカのサバンナ区域には、ダチョウ、グラントシマウマ、シロオリックス、ロートシルトキリンが生息する。トロピカルハウスには、熱帯植物340種を揃え、爬虫類3種、両生類9種、魚28種、蝶14種を展示した。ペンギンなどの水生鳥類数種、チリーフラミンゴ及び桃色ペリカンは、猿の島周辺の湿地で観察でき、 島区域には黒吠え猿、コロンビアクモ猿及び袋手長ナ手長ル,ルや、キツネルを収容する。また王冠がルー、赤首わらび、マラなど一部の哺乳類や、有体類は一定の区画で放し飼いにしてある。おじろわし、ありがとうございます。